電化ビッグスワンスタジアムで AED の使い方などを学ぶ講習会が開かれました。講習会にはアルビレックス新潟のサポーターなどおよそ50人が参加して、心肺蘇生で最も重要な胸骨圧迫と AED の使い方を学びました。主催者によると、日本では毎年7万人が心臓突然死で亡くなっています。命を守るためには1分1秒でも早く胸骨圧迫をして AED の使用につなげることが大切だということです。こんな硬さなんだかなと分かった、うん、硬くてね、ちょっと疲れちゃったんだよね。学校教育で広げていく一方で、こういったさまざまな社会に出てらっしゃる方への心肺蘇生の教育の機会というものも広げていきたいというふうに思います。参加した人たちは救命措置の方法を熱心に学んでいました。